はい、お疲れです、えー。つい先ほどまで行われました、新日本の台湾大会ですね。えー、これを僕、リアタイで見てましたんで、えー、これの全試合結果プラス、えー、簡易的な僕の感想ですね。喋、えー、っていきますんで、はいよろしくお願いします。で、一応、昨日の、あのー、アメリカ大会に続いて、思いっきりネタバリ式のサムネで言ってますんで、まあ、お前のせいでなんだかかんだかとか、そういうクレームは、 うん、ちょっとこう、はい。あの、スルーさせていただきますんで。はい。よろしくお願いしますっていう感じです。はい。というわけで早速いきます。えー、ちょっと大ゼロは、えー、見るの忘れてました。はい。大ゼロは、あの、向こうの台湾の、えー、所属選手らしいですかね。まあ、ちょっと細かいところわかんないですけども。はい。まあ、そんな感じですね。はい。で、第1試合のネー、ネバ、ネバクのトーナメント1回戦。棚橋矢野、ボルチンと、エンパイア。 王冠、アキラ、カラム・ニューマン。はい。えー、これは11分で、矢野選手の丸め込みで、カラム・ニューマンが負けました。はい。で、まあ、試合は、感想は、まあ、うん、あ、これ、カラム・ニューマン取られるねっていう、まあ、なんか、いつもの6人タックって感じのイメージって感じですかね。はい。まあ、そんなとこですね。で、第2試合、えー、同じく、ネバロクのトーナメント1回戦。 ロスインゴとハウスオブトーチャー。これはショウ選手のショックアローで武士さんが取られました。はい、最後はトーチャーツール矢印ショックアロー。はい、っていう風うな感じでしたね。はいはい、で、あのまあ、この台湾大会一通り、まあ、この試合に限らず、全試合、まあ、通して僕思ったんですけど、この台湾の,このお客さんたちがあのちゃんとこのプロレスの,だろうなこの見方っていうか、 うん、あのこういうところでこう声援を歓声を上げるとかブーイングするとかもうその辺がもう完璧にもうもうレクチャーされててああもうすげえプロレス慣れしてんなーっていうのは思いましたねまあこれなんでかなと思って僕もいろいろ調べたりしたら台湾大会でちょくちょくやってたんですね僕の記憶とかその辺たどっていくと多分最後にやってるのが2016年の10.15 ここが最後じゃないで、すかねこれ全然違っらごめんなさいでその前も2015年とか2014年とかちょくちょく何年か前に定期的にやってたんですねあ。だからまあそれなりにある程度そのプロレス、新日本プロレスっていうのは浸透してんだ,してんだなっていう、まあそんなのを思ったんですね。はい。最後にやった2016年、10月のやつ、あれ、あ実際あ、ワールドでもなんか、 その時配信して,してたような気がして、確かオースプレイが丸藤とタッグ組んでたんですよね。うん。なんかその印象がすごい強いんですよね。はい。も、まあ、てな感じで、台湾のお客さん、すげえプロレス慣れしてんなっていう、そんな印象という感じですね。はい。で、続きまして第3試合、えー、タイガーマスク、小島対、えー、デスペラード、えー、加藤選手でしたっけ。はい。えー、タイガードライバーで4、えー、トラが勝ちました。はい、以上です。 で、第4がスターダム提供マッチ、えー、キッきっちゃんと花子えー、11分で、桃ラッチで、えー、キッきっちゃんが勝ちました。はい。えー、まあ、そんな感じですね。で、まあ、この試合に限らずなんですけども、なんか、やっぱりきっちゃんって、この新日本の、この大会に、えいろいろこう、抜擢される回数が高いんで、だから、これから、スターライトキットは、この新日本プロレス内の、 新日本プロレスのビッグマッチとかじゃなくて、まあ中規模ぐらいな大会とか、まあいろんなところで、うん、スターライトキット出てくるのかなみたいな、まあそんな感じってとこでどすかね。はい。まあそんなとこですね。まあ個人的に、まあキッチャもいいんですけど、まだねし、あの、新日本に出てない選手、ちらほらいるんで、まあ、まだ出てない選手もね、これから出てってほしいっていうのは思いますね。まあこれも口酸っぱく言ってるんですけども、まあ鈴木鈴とか、あと、鈴木鈴とか、 あと、鈴とか。はい。まあ、その辺の、まあ、鈴とか、鈴とか、鈴あたりも、そろそろね、どっかのいいタイミングで出てもらえればなっていう感じですね。はい。まあ、そんなところでした。以上です。はい。続きまして、第5試合の IWGP ジュニア次期挑戦者決定戦、同期対藤田。はい、えー。同期選手が、えー、スープレックス、デラルナで勝利です。はい。で、まあ、この試合の、まあ、感想は、えー、っと、まあ、イメージで言うと、 ベストオブザスーパージュニアの公式リーグ戦、第3とか第4とか第2試合あたりで、まあ、そこそこいい試合だなっていう感じの試合っていうイメージですね。はい。あのー、なんだろうな、スーパージュニアのメインイベント、セミファイナルぐらいでけ、あの、がっつりやる超白熱した試合っていうレベルではなく、スーパージュニア公式リーグ戦、第2、第3、第4あたりの、まあ、そこそこいい試合だったな。 みたいなその感じのレベルっていうところで見ると分かりやすいかなって思いますね。あの逆に全然分かりづれよって、はい、思われたらごめんなさい。はい。まあ分かる人には分かると思うんですけども。はい。まあそんな感じでってとこっすかね。まあそこそこ藤田昴生も見せ場を見せるけども、でも最終的に同期がやっぱ上回るっていう。うん。まあ同期のなんか 貫禄みたいななんかその辺がちょっと見えたかなっていう感じですかね。はい、で、えー、試合後に翔、えー、選手が乱入して、はいまあ、わちゃわちゃやるんですけども、でも結局、えー、同期が返り討ちにして、えー、また同期の同期がジュニアベルトを持ったまま、えー、立ち去っていくっていう、はい、そんな感じでしたね。はい、まあそんなところでしたね。で、僕ね、まあ、このジュニア挑戦者決定戦,がこが決定戦がここに組まれてるんで、 だからまあ、翔選手が絶対来るだろうな、というふうに思ってたんで、だからその前に行われてた第2のネバロクのトーナメント、あ,あ、多分これ翔選手は、多分1回戦で負けんのかなと思って、じゃないと、ね、今回3回登場する形になるんで、だいぶ忙しくなっちゃうから、あー、なんかハウスオブトーチャーは1回戦落ちかなとか思ったんですけども、はい、あの、決勝進出でしたね。はい、まあそんなところでしたね。はい、以上です。はい、で続きまして、 第グの IWGP タッグ、えー、ビシャモンと真田、上村。はい。えー、これはですね、20分、ゴーって言うんでしたっけギョーって言うんでしたっけなんていうゴーっつってたかなあの、丸め込みっすね。はい。吉橋の丸め込み的なやつ。はい。これで上村選手がフォール取られたっていう感じですね。はい。で、まあ、試合の感想で言うと、波。はい。波って感じっすかね。 はい、本当に波っていう感じ。うん。この試合の感想どうだったんですかうん。波。はい。まさしく波。ちょっとそれしか出てこないっていう感じですね。ごめんなさい。はい。まあそんなとこですね。でまあもっと細かいところを言うと、まあ結局、毘沙門の試合ってさ、 最終的にどっちが勝ってもいいんだよねっていう、なんかそういう目線になっちゃうんで、だからその、この試合が始まって、この IWGP タッグが始まります。うわ、すっげえ楽しみだワクワクっていう期待感が全くないんですよ。うん、だからそれって、やっぱ、ビシャモンがタッグ持ってると、まあどっち勝ってもいいよねっていう、最終的にそういう目線になっちゃうんで、だからこう、試合を見てっても、 まあ、淡々とこう、見ていくっていうか。まあ、ぶっちゃけて言うとね、ビシャモンの試合ってね、その、別に悪い試合とかじゃないんですよ。どの試合も。でも、前半とかってもう、もう淡々と見ちゃうんで、あまあ、最後の5分だけ見ればちょうどいいかなぐらいに,になっちゃうっていうのが、まあ、大体、ャモンの試合を見ていく、見ていくと、大体そういう目線なんですよね。はい。まあまあ、そんなところで、まあ、結局まとめると、ビシャモンはもうよくねっていう。 はい、まあまあそんな感じってとこですかね。はい。まあそんなところっすね。はい。で、一応まあこの試合の後にあれワンチャン誰か次の挑戦者来る,な来るかなとか思ったんですけども結局誰も来ませんでした。はい。なので次の IWGP タッグは一旦お休みって感じですかね。はい。まあまあそれはそれでいいんじゃないですか。うん。で、もしかしたらバックステージコメントであれ誰かしら挑戦す 挑戦しにね、バックステージコメント来たりとかあるのかなとかって思ったりしたんですけども、まあ、それもなかったんで、うん、まあ、バックステージコメントね、まだ情報出てないんで、何言ったのかなって気になるんですけども、まあまあ、どうせ言うことって、まあ、毎回一緒のコメントかなと思いますけどもね、まあ、これ僕の勝手な想像なんですけども、はあはあ、おい、上村、はあ、お前が、この前、俺から、丸め込みで3取ったろ。 うん、だから、俺は、今回、お前から、丸め込みで、3で返してやった。うん、ただ、お前が、また、やりたいって言うんだったら、うん、いいよ。俺とごっちゃんで、いつでも、お前のことを、うん、相手してやるから、うん、いつでも、かかってこいよ。うん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 、それと、俺たちが、また今日も防衛して、 またビシャモンかよって、うん、思ってる人っていると思うよ、うん、だけど、うん、またビシャモンかよって、うん、そうやってくどいくらい、うん、またビシャモンかよってそうやって思わせないと、うん、俺たちのこと記憶に刻まれないからさ、うん、だから俺たちビシャモンは これから席もまだまだくどいよってまた毘沙門かよって思われちゃうぐらい防衛続けていって俺たちのこの毘沙門のこの記憶をみんなに刻み込んでいきたいと思ってるからさだから俺たちはまだまだ毘沙門の記憶をみんなに刻みつけるからまあこんな感じのコメントでしょ はいまあ、こんな感じで第6試合の感想もろもろって感じでした。はい、以上です。はい、では最後に、えー、メインイベントのネバログの決勝戦、棚橋組と、えー、ハウス・オブ・トーチャー。はいえー、これは棚橋さんのハイフライフローで、えー、ショウ選手がホール負けです、はい。最後、ボルチンの神風のアシスト受けての、えー、ハイフライフローでした、はいね。そんな感じでしたね。まあ正直、この組み合わせになった時点で、 いや、さすがにハウスオブトーチャーが最後締めるっていうのは、後楽園ホールとか日本国内だったらいいけども、この記念すべき久々の台湾大会で、ハウスオブトーチャーのバッドエンド作るほど、さすがにそこは冒険しないだろうなぁと思って、まあ、順当にこれ、 まあ、社長が最後、愛してますで締めれるのが、うん、まあ、基本、きまあ、それが基本だよねっていう風に見てたら、まあ、その通りな感じで、うん。まあ、最後、この組み合わせになった時点で、ああ、田中さんが取りそうだなって思ったんですけども、まあ、結果的に、やっぱそんな感じってところでしたね。はい。まあまあ、そんな感じでしたね。うん。で、まあ、試合はまあ、うん、まあ、ネバロクの、まあ、まあ、ちょっとはね、今までって、 やっぱ岡田石棚橋でもうメインイベント級のがっつりした試合だったんですけどもまあなんか昔のネバロクのあのちょっと緩い感じのちょっと緩め路線に戻ったなっていうそんな感じですねはい、まあ、これ決して別にディスってるとか悪口とかそういうわけじゃないですけどもはいまあネバロクのなんか昔の形に戻ったなみたいななんかそんな感じだったんでだから去年の去年1年の棚橋 岡田石ある意味、あのー、ちょっとボーナストラック的なうん。1年間、えー、ネバー6人の、えー、ちょっとボーナストラックみたいな。なんかそんな感じの1年だったな、みたいな。なんかそんなのを思った、えー、今回のネバー戦っていう。まあそんな感じでしたね。はい、以上です。はい、まあ、てな感じで、全、えー、試合の結果諸々の、もろもろの簡易的な速報でございました。はい。で、さっき監修見たら800人でしたね。はい。まあ言ってしまうと、まあ、絶対。 ななんんとかで、まあ、小規模のライブハウス会場みたいな感じだったんで、うん、まあまあでもちょうどいいっていう感じじゃないですかね、うん、だって日本国内でも全然800人台の地方大会とかも全然あるんで、はい、まあねいあのアジア戦略がどうこうとかって一時期言われましたけども僕はこれ続けていってほしいかなって思いますねあのこのアジア戦略ってなんか WWE とかも挑戦やってみたけどもなんかいまいち うまくいかなかったっていう情報をどっかで見たことあるんですよ。まあ、これ全然違う話だったらごめんなさいなんですけども、ただ新日本プロレスって、WWE と違って、こういう小規模な大会でも全然続けられるっていうか、基本的にね、日本国内でもあってる巡業も小規模な会場が結構多いんで、うん、だから WWE はやっぱりね、あんまり小規模すぎるところにやっても、うん、あんまりね、 ね、コスパがあんまり良くないかなって思うんで、まあ、撤退するのはまあ、まあ、それは当然かなって思うんですけども、WWE は続けられなかったかもしれないですけども、まあ、新日本プロレスはね、うん、まあ、すぐには大きいね、あのー、何万人とかいかなくても、まあ、これ、地道に続けていってほしいかなってのは、っていうのは思いますね。はい。まあまあ、そんなところ、もろもろって感じですかね。はい。えー、以上です。はい。ってな感じで、いろいろ言ってきましたけども、結局、今回何言いたかったっていうと、 サナダ選手って、まさか、今日もノーコメントで終わったのかなってのが気になってんだよね。ってこと。